どうも、ネプラスですと、実況プレイを始めていきますと、前回は、ババコンガとヤンクック戦争を倒しに行ったんですよね。で、まあ、ババコンガに一撃しました。で、今から、まあ、前回言ってた通り、ドスガリオスと言って言ったか分からないですけど、まあ、ドスガリオスを倒しに行くと、行きます。まあ、武器が変わってるのは、さっきのやつを、前回使ってた武器を強化して、ヤンコクの素材で強化して、ヤンコクの体験にしたという感じですね。結構切れ味良くて、まあ、威力も528あるんですけど、か結構倒しやすいというか、はい、ですね。このくらいは多分すぐ終わると思いますよ。よし、さあ行きましょうか。全員呼んでと。さあどこにいるかね。いきなりですか。いや、びっくりマークがつかないから違いますね。みんな1か5かですね。まあ砂の中に潜む獣っていうか、あれなんで、生き物なんで、まあ、それはまあ砂漠にいるでしょう。で、D がいないとなったらもう大体5ですね。はい。着きましたね。お、ムービー。すいませんね、毎回画質悪くて、なかなか機材がいいですね。まあ、こいつはちょっと勝ちましょう。
時間稼ぎですかね、こいつも。砂の中じゃ大きさは分かんない、どっちかどっちか。お、来ましたね。追加されるですね、多分9です。いないです。なら10です。さあどんどんいきましょう。あれ7ですかね。狭いんですかね、10と9は。わからんねんな。こっちじゃ下にはさあ反対前あれですね。よし、みんならかましましょうか。3-2-0。死なせんの、死なしちゃおう。おい、一回で倒してくれよ。間違って応急薬を一番最初に入れてしまったからね、もったいなかったですね。私からのお願いなんですけど、アフィリエイトっていう商売知りませんか。私は知ってるんですけど、なかなかまだ始めてばっかで、まだ稼げてない状態なんですね。だからまあアフィリエイトを、まあ、が得意な人、成功した人、などの人たちは、私 Twitter でユールントっていう名前で、いろいろそういう活動っていうか、まあ、ブログにお客さんを呼ぶために集客してるんですけど、なかなか集まらないんですね。だからまあコツやら何やらかんやらを全てっていうか、まあ、言い方が結構雑になるんですけど、教えてもらいたいと思いますね。教えてもらったらありがたいと思います。日本もちょっとおかしいですけど、あと自分の私の身の前にそのアフィリエイトをしている人がいないんですね。で周りはみんな就活で、内定取ってるんですよね。で私だけ取れてないという、そういう状況なんですけどね。でもまあ自分でいろいろしたいっていう、何て言うんですかね、まあ、とりあえずそういう見かけというか、あれなんで、もしよければこの動画のコメント欄にコメントしてくれればありがたいと思います。それがユーロントでツイッターで検索してもらえれば絶対のフォローしますので、あ、肉を食うの忘れましたね。肉というかキッチン。さあ、で、バイオルが増えたんですよね。ビールと最高に見て陽気な気分。
お次は何に行きましょうか。素材ツアーいつかしてます。スパム行きましょうか。久しぶり、久しぶりというか、まあ2、3回ぶり。多分行きましょう。一応全部撮ってみない、全部というか撮れるかも。近くはちょっと喉が痛いんですよね。だからちょっと今ちょっといろいろとおかしい感じになってくるんですけど、よし、さあこのスパンをぶっ飛ばしましょう。強くなったから、まあ余裕でいけるでしょう。モンハンってどうやったら上手くなるんですかね。もう結構してるんですけどね、友達と。なかなか難しいというか。8番か7番前と同じ。一気に携帯しびれないで何回か攻撃かまして一気にぶっ飛ばしましょうか。まあロスパンクはいないとはありません。タコ来た。ロスパンク初めて出したっけ。ルービーがあるっていうことは、しかし裏で私これ裏仲介所で倒したんで勘違いしてるだけだと思います。すみません。下子に渋谷で敵が来る。そして俺は3中心はあれ、歌ってみたなんで、まあ、興味がある人は歌ってみたの方が言ってもらえるとありがたいですね。まあ、ゲームが好きな人はやっぱりこっちだけになってしまう可能性もありますけど、まあ、どうですかね。取りませんでした。するたびに多分この動画からは、コメントっていうかちょっと感想的な、まあ、その場の感想みたいなことをちょっとずつその何ていうんですかね、動画に織り込ましながら
まあ、視聴者が飽きないような動画を作れたらなと思っております。まあ、難しいっちゃ難しいんですけど、まあ、そのくらいの編集はなんとかしたいですね。やっぱりこうやって出しているからには何も字幕とかなかったら面白くないと思うんで、まあ、今更かよって言われちゃうと思うんですけど、さあ次はソーセージとネギ。うっ、お腹痛え。痛んでいた？痛んでいたやつを出すなよって感じですけどね。さあ、お次行きましょう。次は多分もう大きい人しかないと思うんで、ギラマス20頭かブランコ5頭、ムキヤマグサ、コンガ、ランゴスタぐらいですね。なら、ギラマス20頭いきましょうか。よし、さあ狩りの始まりだ。ギラマスを瞬殺する。たまに、実況動画で無口になってる時もあるんで、その時はまあよほど何ですかね、僕は集中してるということで、多分大型クエストとかになったらちょっと黙っちゃい気味になってしまいそうですけど、まあそこはご勘弁。やっぱりなかなか、難しいですね。じゃあ行きましょうか。まあ、多分5、3、6、7ぐらいになります。すいません、ちょっと、あくびをしてしまいました。さあ行きましょう。今すみません、ギラマス20頭、まずここで3頭。おらおら、すいやすいや。こっちはハゲ取ってきます。いらなくても剥ぎ取った方がやっぱりいろいろと、痛い。猫頑張っております。しかしダメです。ダメ、爆弾ばっか投げますね。いわゆる素源爆弾投げないような、まああれなんですけど、有関係切断なのになぜですかね。しかも大型に爆弾投げすぎたんですかね。最後の日はよいしょー、倒しました。これでやっと今回、あら、まさかのドスギアンですね。うわ、先にドスギアン倒しましょう。それがもちろん手に入れたことです。はい、いつもああいうの爆弾になったらいいですけど、よし、よいしょ、まっすぐや、痛い、ね、神々神々
で倒しました。雑魚ですよ。今思った。最初戦った時はやっぱ強かったですよね。今はもう、チリみたいな感じ。チリ。そっしゃ。さすが猫も、分担作業で普通の生き物を倒してくれました。よっしゃ、あと16体。14体か。多いですね。ちょっとめんどくさい動画になってしまいますけど、よほど食らってしまったら、カットしますから、ちょっと。最後、行きましょう。実際村クエを全部クリアしたことないんで、多分1回目か2回目か3回目ぐらいに、2回目ぐらいに多分言ったと思うんですけど、1回もクリアしたことないんで、ちょっと本当にクリアできるかちょっと不安なんですけど、いつも集会場でクリアしてたんですよね。はい、それはまあ言ったんですけど、何回もすいません。そんだけ強調したかったですね。だからそこまでうまくはないと思います。だから多分ディオレウスとかディオレイヤーとかそこら辺になってくると多分もっと落ちる可能性が高いんで、だからちょっと皆さんはそういう温かい目で、そういうというか温かい目でちょっと応援してくださると嬉しいですね。あと9体ですね。さあ、そろそろ5も復活したかなですね。せい、さあ、会えるよ。ピアノスに攻撃してくれ。一瞬消えたかなと思って、消えちゃうし、マジですか。お、もういなくなりましたね。ということはここはもう出ないと。多分あと7番と3番ですね。よっしゃ、待て待て待て、背後から襲うとか卑怯な。さあ、アイリーは俺の劣りになってくれ。お前は何をしてる、採取してる場合ちゃうか。まして、アイリーに対して失礼だ。不祥事、もう逃がってますね。やばいっすね。やばいすぎじゃないですか。痛い。だいぶ殺しますね。あと5体ですね。え、違う。何、石ころ拾ってんの。あぐんでしょう。でもあと5体は、俺の予想だと、3番にいますね。多分ここら辺全部倒したので出ないと思いますよね。多分自分毎回思うんですけど、毎回動画見直してるんですよね。絶対滑舌悪いですよ、滑舌。よっしゃ、ちょっと切れ味悪くなってるから弾かれますね。あと4体。さあ、1匹はあそこにいる。なんか当たらない。痛い。よし、バカタレ、何してんの。
にその何回爆弾投げようか、今倒した後でしたよね。皆さんも見ましたよね。あのね、攻撃してくるという鬼畜硬い。なんで硬い。ちょい待ち、もう少し死ぬんじゃないか。この流れちょっと待ちなさい。とりあえず解きましょう。解かないと全然解けません。よいしょー、時代重要ですね。よっしゃ倒した。ハゲ取ります。ハゲ取りマックス。ハゲ売りますかね、やっぱり。ちょっと怖いっす。怖いっすばいって言うとは思うんですけど、なんか戦いを援助してるのか、援助っていうか応援してるのか、じゃあ敵の応援で私を邪魔してるのか分からないですね。どうにかしょ、もうそろそろ終わりますよ。時間も2分、あと残り2分なんで今日はここで切りたいと思うんですけど、一応セーブのところで終わりましょう。ベッドまでは行きますね、今回は。そうっすね、ベッドの肉の交換も切れたし、さあここまでご視聴してくださった皆様方ありがとうございます。それじゃあまたね。Thank you.